もう飽きたこの曲。僕これ5年以上聴いてるからだ。この曲を聴くとね、壊れそうになるんですよ。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。バザーキャントアンダースタンドカッコトロール、クッパは理解できないということですね。でこの前コメントにさ、なんでそんなにすぐ英語がスラッと言えて訳せるんですかっていうコメントがあったんですよ。事前に発音の練習をして調べてるからだよ。意外と偉いでしょ。僕始める前によ、ちゃんと発音の練習をして訳して実況を始めてるんですよ。まあそれでも訳し方が間違ってること結構多いんですけどね。すごく笑われてます。そしてコースの最中に英語があった時、読めません。事前に調べれないからです。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.59%。 今日のトロールコースはね、多分だけど初めてする方の日本人のトロールコースなんですよ。それがさ、詳しく見るを見た感じめちゃめちゃ凝っててすごく期待大と思いましたね。しかしユースキーも久しぶりじゃない。ちょっと待てもう終わった感じかな。これは何、なお前まで来んなってなんだよしょっぱなこの状況は。まったく動けないじゃないか。開幕クリバンチャーフューチャリングシュヤじゃー。神子確定やわ。今のでこのコースは面白いっていうのが分かった。じゃあここは上に行くよ。下に行く。上のオブも気になっちゃうよな。じゃあ叩けませんけど。バネが出てきて、魚も出てきて、お前なんかにやられるかよ。くらえ必殺俺のドリルゲリ。このコースピンクコインコースじゃん。ピンクコインコースってさ、なんとなく長くなりそうだからちょっとビビってるんだよね。さあここで記録を取れましたけど、なんだお前クッパを殺に扱うな。しょっぱなクッパを出してくれなんて想定外だよ。じゃあ上から進んでいけっちゅうことで、で P スイッチ押したらなんか右にいるとは絶対出てくるんだろそいつが。もうこのコース腹筋壊れちゃうよ。待って待って、このコース本当に面白すぎるんだけど。え、こんな面白いドロールコース今までやってこなかった。自分をマジで殴ってやりたいぜ。じゃあこれ派手な叩いていい、叩いて、いや下の土管入れるかな。まあ、いや一旦叩いてみようか。叩いて土管に入る。上のハテナは特に何もなかったのね。で、うん、なんか違うハテナって何。こっちに行けば戻れる。邪魔だー。ならここは下に降りて左押し。うん、なんか降りれないよ。あ、ハテナブロックを叩かなきゃ下に降りれない。あ、やっぱそういう感じか。そして左押しっぱして土管に入っていきます。でピンクコイン3枚目か。ピンクコインコースっていう感じじゃなさそうだよな。うわ、このドス下に降りてくる。どっち。うわー危ない。走って行こうか。走ってジャンプ。あ、なかった。やべえ、あいつお前来るんだって。こっちまでジャンプしていていいのか。キモい動きしてくんな。おいおいおい、本当に面白いコースを作ってくれんじゃねえか。もう名前覚えなきゃな、寿司職人ズ。後でお気に入りさせてもらうぜ。またぜひ出してほしいですね。このコースしかトロールコースなかったんだよね。でこのハテナはなんだ。キノコ様。いや、これはキノコ様。上でうろうろしてるけど取れるんでねえの。ほらほら取れたね。だからなんだよ。ていうかさ、さっき中間ポイントなかった。確か右下の方にあったね。あの中間ポイント取るの怖えな。いや取るのはいいのよ。取った後なんだよな問題が。そこからピンクコインコース開始ですみたいな。じゃあここはブロックを1個ずつ壊そうか。そしてチビンナリーの中間ポイント、ギャーよしよしよし。さあピンクコインコースは開始っていう感じじゃないな。待て待て、この鉄くずが。いやいや、よかったですよ。いろんなルートがあるピンクコインコースじゃないで。じゃあここは右にダッシュしてこの鉄くずをかわす、うん、なんでお前も来んだよ。さっきと違うやんか。さっきさ、この扉入ると左にフラワーがいなかった。これダッシュして止めるかな。あ、無理だね。まあいいか、この鉄くずをかわしいの。問題はここよ、ベルトコンベア。右にダッシュしたら右下のブロック壊れるんでねえの。壊れたら僕はすぐに壁キックする動作の準備をしておくか。ダメだダメだよ、また君たちかい。っていうかお前らくるくる回れよ。いや、ユースキンでこんなに楽しいトロールコースしたの久しぶりかもしんない、本当に。じゃあこれピンクコインを取りのあの3本何をしてくるんだろうな。うわ、こえ進むのが。なんかバネでさ、こっちにポンってくるんじゃない。3本何のせかだよ。しかしなかなかいい読みだぞピオキング。あとは慎重に行けば何だかクリアできるはずさ。今おかしな動きしなかったか、あのロス。このコースターバックコースかい。これ右にダッシュして抜け出ると思う。一旦右行って左に逃げてみようか。これでよし
そういう避け方をしてくれんだね。なかなか可愛いとかあるじゃねえか。でお前よ、問題はお前はバグってんのか。すごいね。は、え、何これ。ちょっと待って、動けねえんだけど。何この挟み方。今まで丸めやっててこんな挟まれ方見たことねえよ。しかもやられてねえさ。ガマ発見しました。永久滑り台の完成だね。じゃあここはスピンして先に進んでいきます。そして土管に入ればいいっていうことですね。さあここでピンクコインが見えますけど、右の音符を叩いてみせます。右の音符は何もなかった。ならば左に行くまでよ。でこのマグマはどこまで上がってくる。そこで止まってくれんのね。一旦このまま右行ってみようか。多分ね、左の音符をってやっぱ叩かなくちゃいけないよな。こいつは何、キノコ様。ここにキノコが落ちてくるんじゃねえの。さあキノコ様、落ちてきておいでよ。あ、右か、この場所で降って、うん、来ないね。あれ、キノコ様が降ったの。まあ、いや、一旦このとか、土管は入れるという感じで。こっちはなんだい。そうするとヒントみたいなんが現れましたけど、左上の音符をヒップドロップして叩けっていうことか。そんなの分かってんだよ。ではでは、ヒント通りに上から音符を叩いてキノコ様をゲットするとしますか。いや、ここ、あ、キノコ手に入れれんじゃん。あ、でもなんか先にもう終わった感じか、これ。先に進めねえもんだ。あ、でも出してくれたよ。こっから先にどうにかしていきたい。お願い、さっきのヒントの場所に戻る。悔しい。まだヒントが変わってるとかそんな感じなんかな。あ、なんか嫌な予感がする、嫌な予感がする。この曲はもしかして死にたい球かい。死にたい球っぽい見た目してるけど、え、なにこれ。なんかどんぐりが出てきてーの、先になんかあんのかな。え、これもしかしてさ、どんぐりを取らないでチビ状態でここまで来いみたいな、なんかそんな感じっぽいよね。左下なんかある。左下さ、ちくわブロックがあったんだけど、これはなんだろうね。いや、もうないのか。え、ちょ、これ無理じゃん。これ全部かわしていけるのか。無理だ、話だろ。いや、いける、いけるさ、ピアキング。ここでジャンプだ。お前グンジャンってどうするよ。これ無理、絶対に無理。大幅カット入れちゃうかもしんない。これ制作者クリアできんのか。もう、こい、あぁ、よしよしよし、どんぐりもっくんだよ、だろ、無事。もう無理だってこれ、絶対無理だって。制作者絶対クリアしてないって。誓うで、絶対何か来るんだよここに。左下さ、線があるじゃん。あそこにバブルかなんか来ますみたいな。でもそんなに僕頼んねえよ。来んだ来んだ、よしよし、来んだ来んだ来んだ、いやった。死にたい救命士を舐めるな。プロコースやってたらね、喉が終わってしまう。なんでこんなところで撮ってんの僕。なんかか俺は。まだこの死に体験をしなきゃいけないよ。さっきはたまたま行けただけであって、今度もクリアできないかもしれない。お前ジョークに多いってば。やめろ。みんな見て、左下ガリガリが出てきてるよ。制作者これを使ったんだろ。だからここは音符を踏んで右の方で取らなくちゃいけないんだよな。そうそうそう、これでよかったんだ。そしてこのつららを抜けの、もう死に耐久とかそんなところに行くのはやめてくれよ。いいじゃないんだよ、トラハダクサ。さっきはなんでブラパが出てきたんだろうな。あのシーソーのせいだと思わない。だからシーソーに乗らないで先に進め。そうするとドアに入れるんですね。さあ次の場所は、うん、メット持っちゃったけど、メットを持たなかったら跳ね返ってきてやられるっていう罠だったんですかね。僕は常にダッシュボタンを押し続けてるから、そんな罠効かん。なんだよそれ、お前そんなところでくるくる。メット、バグだ。プロコースは完全にバグを使ってるぞ。じゃあこのメット落としてみようか。落とすとオンオフが変わるっていうことですね。上から何か降ってきそうだな、鉄球とか。大丈夫、とりあえずこのクーパークラに乗っちゃおうか。乗っちゃって上に行くか右に行くか。あれ、上に行けないよ。クパクラ当たっちゃう、当たっちゃうよね。え、大丈夫かな、そのまま左に。おはよう。その顔やめろ。やばい、今日僕めちゃめちゃ笑っちゃってるよね。ごめんね、あんまり実況できなくって。まあいつも実況してないと思うんだけど。じゃあここはすぐにジャンプする。そしてこのピンクコインの方に行けば問題ないんだ。うわ、なんか出てきそう。この辺で待っておこうか。絶対シエチポーンってくると思うよ。下、そんなの分かるかー。
いや、あのクッパクラウンの表情めちゃめちゃ可愛いな。あんな初めて見たかもしんない。まあ、あんまりさ、クッパクラウンの表情とか見ないよな。さあ、ここで右に行きます、右に行きます。そのまま右に行ってくれるよな。そうだよな、何も邪魔してくんだよ。よしよしよし、そしてこの中間ポイントゲット。中間ポイントがマジでめちゃめちゃ嬉しいぜ。なんだお前。まあまあ、中間ポイント2も取ったことだし、こっから本気で行かせてもらいますよ。制作者、お前をギャフンと言わせてやるからな。さっきと違うパターンはずるいって。じゃあこの場所で何もしない。そしたらファイヤーバーが抜けられる。なになに、これジャンプしなきゃいけないの？それともダッシュでいい？いや、ダッシュで行こうか。ダッシュしたらいけるの？はいや。思ったより早かったな。え、これ何？あ、ボス戦っていうことで、あ、じゃあこっちで合ってたんかな。このボスを倒して鍵をゲットしたいんだけど、ボスが出てこない。来た来た来た。このボス倒して、え、踏めないんだけど。え、ちょ、お前踏ませろ。踏めないんだけど。おかしいんだ、このレリーか何か知んないけどさ、こんなん絶対倒せねえじゃんか。チートすんな。今のところは絶対にやられなきゃいけない定めだったんだろうね。じゃあここは左押しっぱしないで上に進みますの。なになに、君は、君は土へ帰りなさい。お帰り。サンボが下に行った瞬間左で、そしてこの土管に入ると思いきや右のブロックが開く。右じゃない、左だ。開かないね。なら扉に入っていきますよと。扉じゃない、ドアだよ。ドアじゃない、土管だよ。もうマジでめちゃめちゃこれ、うん、なんかヨシコが出てきたけど、上もヨシコ？まあ下のヨシコしかないよな。で上に行って、上やっぱ捨てなきゃいけないよな。さよならヨシコ。そして僕はヒーハー。ここさ、もしかしてだけど、すぐにこのハテナブロックを叩いたら下からヨシコが出てこないとか、そんなんなんじゃない？上のヨシコ取れる？あ、出てきてくれるんだね。よしか、やっぱり上のハテナ叩いたらいけなかったんだね。でさっきはヒップドロップしてやられた。でキノコも出てきたのが見えたよ。だからキノコを取ればいいだけの話さ。で下に降りちゃっていい？何この音楽、まだ死に耐久に連れて行く気かい？さっきみたいな死に耐久だったらマジで噛んでんだよ。死に耐久だ、なさそうだ。さあ、ベッドをかぶりの左のブロックを開くっていうこともない。すねちゃま、すねちゃま、すねちゃま、ただ、あのちくわブロックのところで、このちくわブロックのところは安全だということが分かって、さあちくわブロックを険しいのを下に行きましょうか。この下、うん、床じゃないのね。あれ、でもやられてないで。これもしかしてゴールできるみたいな、そんな感じかな。ゴールじゃん。いやでもさ、これどうやってゴールするんだろうな。あ、このブロックから壁キックしていけってこと？この土管は？土管は入れるね。いや、こっちが正解っていう可能性もありえるよ。もう嫌だよ、ガガツラ。そんなことすんなって、クッパ。てかクッパ、こんな雑な使うなんて。これさ、中間ポイント殺しなんじゃない？でもね、そんな予感がめちゃめちゃするんだよな。で、左は何書いてる？レッツゴー。どこに？で、絶対中間ポイント1とか書いてるよ。なんだ？何がかな？うわ、散らしやがって。はい、じゃねえんだよ。はい、どうもこんにちは。俺、マリーの動きもめちゃめちゃ面白いさ。え、チェイン？てる？ユー。ごめんね、全然意味がわかんない。さあ、この次はチェックポイント1が待ってるんでしょ。僕のね、トークもこれ以上持たねえよ。はい。やっぱりチェックポイント1だ。カッパどいてんて。これだったら全然取ってしまうんだよ。チェックポイント1取ってしまったよ。いや待てよ、これさ、ピンクコイン集めて。やっぱりね、そういうことだと思いました。ピンクコイン全部集めたから、こっちが正規ルートだと、そういうことだと思いますよ。さあ下に行ってみようか。最初からやり直しとか、そんなことはないよな。頼む、ゴールよ。リアルゴールということは、ここがゴールって話か。もう制作者さん、こんな面白い仕掛けを作ってくれちゃって。さあ制作者さん、終わりの時は近いようだ。本当にゴールじゃん。これ、うわっ、なんでジャンプできないんだぞ。意味わからんてよ。さあもう一回ピンクコインを集め直しっていうこともなく、無事にここまで来れました。多分右なんかあったんだろうな。左だったら大丈夫、そしてゴールができるっていう。バカだ、もう終わりで決着をつけようじゃないか。左だったらキャッチブロックはない。いやー。
いやこのコースねめちゃめちゃ難しかったけど、仕掛けが一つ一つマジで天才的でしたね。本当にすごく楽しめました。またこの方のコースぜひやっていきたいですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、通路のドス数を全部出してみよう。説明文に通路にいっぱいいるドス数を全部出せばいいのですが、はてなって書いてるんですよ。まああのドッスンたちを出すだけだったらそんなに難しくなさそうだよね。ただ結構クリア率が低いのよ。説明文のドッスンを全部出せばいいのですが、ハテナに何か意味があるんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.22%。 いやこういう一発マリオも楽しそうだよね。ただドッスンを出すだけとかいうドシンプルなコースなんだけど、そんなドシンプルなのが面白いのよ。さあ始まった。時間は100秒もあるか。え、これ結構簡単なんじゃない？このドッスン全部出していくだけでしょ。ドッスン結構遠くからでも反応してくれるな。え、これむずいの？クリア率 1% だったけど、そんな感じには見えないよな。行き過ぎた。この辺までは全然簡単なんだよな。右に行くたびドッスンの反応が遠くなるとか、そんな感じあるかな。あ、でもなんかゴール見えたよ。ギザギザがあったじゃん。これもう終わりなんじゃない？意外と簡単だったな。さあゴールしようゴール。なんでいいんだよ。あのドッスン消えないってこと？ドッスンを左にやる、そしてここでジャンプしてかわすでしょ。そしたらさ、ドッスンが復活してんだよ。意味わかんねえ。もう一回言ったら、お、なんだいいんだ。お前おとなしく消えろって。どのタイミングで行けばいいのかな。一旦左やる、そしてなるべく早くジャンプしてかわそうか。そしてここから右ダッシュ。これドッスンはいやー、わからんで。このドッスンさ、左にやっても絶対右で復活してしまうんだよな。だから隠しブロックとかあると思うんだけど、うわないの。一旦右に隠しブロックないか調べてみようか。これいか。多分ね、隠しブロックとかはないと思うんだよな。どうにかしてこのドッスンがいなくなる方法が絶対にあるはず。まずドッスンがどの辺から来るか調べておこうか。上に赤ブロックがあるな。あ、赤ブロックのところからだ。はい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 。だからこの赤ブロックのところに行った瞬間左に逃げる。これをめちゃめちゃ早くしていけっていう感じなんじゃない？来た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 ！やった！なるほど、スピードの問題だったのか。いや、すごくナイスアイディアな一発マリオでした。どうもご視聴ありがとうございます。